関、保ン,ンは、大韓民国の元シルム選手、タレント、司会者、馬山商工3年の時にプロデビュー。卒業後、富山智沖銀行チームに所属。今ンギと名勝負を繰り広げ、通算で白刀創士を7回、天下創士を5回獲得した。当時の体格は、身長 182cm、体重 110kg、1992年引退。 1993年 MBC 特別採用コメディアンとして芸能界デビュー。タレント、司会者として活躍する。2011年9月、脱税問題が発覚して芸能活動を禁止。2012年11月に復帰した。カンホドンが旧歴を重視しているため誕生日を6月11日と公表していた。そのため、ポータルサイトなどのプロフィールには、 新歴で6月11日と誤認して記載されているものが多い。また、誕生日祝いもその年の旧歴に合わせた日に行うため、毎年違う日に祝っている。2017年8月1日、韓国有名タレントの韓ホドン、日本のヤクザとのつながりについて、弁明中央日報2011年12月2日、とは日報1987年5月1日号9面。 脱税疑惑間保存。芸能界を暫定引退中央日報2011年9月10日間保存。復帰成功の鍵とは、ライバル関係は、うまく活かすべきスタイル2012年11月29日。ありがとうございます。